アレクラスト大陸の南にロードスという名の島がある。光と闇、神々の戦いによって生まれたこの島を人々は呼ぶ呪われた島と。これは激動のロードスに生き明日の勇者を夢見る若き剣士の物語である。その日、砂漠の国フレイムの王城アークロードでは、明日のロードスを担う若き剣士のため年に一度の騎士資格試験が行われていた。それまで、次、スパーク。はい、よろしくお願いします。ついに来た。ようやく俺にも騎士になるチャンスが来たんだ。あいつだぜ、炎の部族の次期族長ってやつは。スパークか、思ったよりガキだな。この間試験を受けられる年齢になったばかりなんだろ。あいつはフレイムの王位継承権を持ってるんだ。年なんか関係ないさ。何もしなくたって合格は決まっているようなものか。エリートは違うね。試験中の死後は厳禁である。はい、申し訳ありません。聞こえてるさ。だが俺は族長の家系だなんて身分には頼らない。俺は自分の力だけで必ず騎士になってみせる。はじめ。はぁ、気合が足りん。手を抜くな。はい。試験官をやってる傭兵隊長のシャダム卿、なんかピリピリしてるぜ。無理もないさ。あのスパークが騎士になって王位継承権を主張してみろ。風の部族の長であるシャダム教と真っ向から対決ってことになるからな。風の部族と炎の部族って、いや、その昔フレームの覇権をめぐって争ってたんだろ。ってことは家臣陛下には世継ぎがいないからな。下手をすると昔みたいに同じ国の人間同士で戦争ってことも。ああ、やだやだ。なこと、王位継承権がなんだ。俺の夢は自由騎士バーンのような立派な騎士になることだけだ。そのためにもこの試合絶対に勝つ。はあ、その頃、王城アークロードの地下にある沈黙の間では、フレイムの王カシューと宮廷魔術師スレインの間で何やら深刻な会議が続けられていた。以上の報告から、アラニアが反乱を起こすのは時間の問題と言えるでしょう。そうか、ご苦労だったスレイン。それにしてもアラニアのラスターがな、ロードス全土を相手に反乱を起こせるほど力のある男とは思えなかったが。それだけに彼をその気にさせるだけの何かがあったと考えるのが自然かと。まあもか。確かに下流山での一件以来、マーモ評議会は沈黙を保ってきた。だがあの暗黒の島の連中がロードスの支配を諦めたとも思えん。ラスターの野心につけ入り共闘を申し出たとて不思議はない。予測の域は出ませんが、用心に越したことはないでしょう。私は檻を見てザクソンの村へ行ってこようと思います。うん、アラニアの領内に我らへ協力してくれる村があるのは心強い。そちらの方は任せたぞ。はい。何せここ10年近く大きな戦争はなかったからな。さて、いつ起こるとも知れぬ戦いに備え、今俺にできることといえば。カシュー陛下、会議中に失礼いたします。誰だ。シャダムです。本日の騎士資格試験の結果をご報告に参りました。一人でも多く
優秀な騎士を育てるのが急務か。入れ。みんな静まれ。これより先日行われた騎士資格試験の合格者を発表する。アルス、ゴーシュ、ケイン、バルエフ、デュバル、ジェイク。やった、合格だぜ。おい俺もだ。寝る間も惜しんで剣術に磨きをかけた甲斐があったぜ。以上だ。名前を呼ばれた者は本日中に所定の手続きを済ませるように。ない、俺の名前が。どうして。見ろよ、スパークだぜ。あいつ落ちたのか。へえ、意外だな。案外王位をめぐる駆け引きはもう始まってたりしてな。なるほど、これはシャダム教が王位につくまで奴の合格はないかもな。かわいそうに。落ちた。なぜだ、何がいけなかったんだ。元気出しなよスパーク。資格試験を受けたのは今年が初めてなんだろう。最初からそうそううまくはいかないさ。しかし県の試合にも勝ったし、他の試験だって手応えあったんだ。教えてくれマール、一体俺に何が足らなかったって言うんだ。さあ、僕は騎士じゃなくて吟遊詩人だからね、そんなことわかんないよ。けどまあそう焦るなって。大丈夫、このマール様の見立てではスパークはいずれ大物になるはずなんだから。マールに見立てられてもな。甘く見てもらっちゃ困るね。あの自由騎士パーの時だって僕は一目で彼の素質を見抜いたんだぜ。だから身の危険も顧みず下流山の決戦に参加したんだ。おかげで数多い歌の中でも下流山の魔流編は一番人気さ。今でもこうして目を閉じればあの日の激闘がまぶたの奥によみがえる。吹き上げる灼熱の炎、小山のごとき巨大な魔竜シューティングスター。しかし自由騎士パーンと勇敢なる草原の妖精マール様はひるまない。そう、これも全てはロードスの平和を守るためなのだ。自由騎士パーンか。今はマーモの占領地になっているカノンを解放するためカノン自由軍の一員として戦っていると聞いたけど、俺はいつになったらパーンさんのようにこのロードスのために戦えるんだ。と危機一髪のその時、下流山に自由騎士の剣がひらめいた。バシュッカキーンって聞いてんのかよスパーク。やれやれ、こんなんじゃスパークを主人公にした歌が作れるのはまだまだ先のことだね。そうかもな。け、なんだいそりゃ、なんか張り合いないな。そうだ、こんな時には気分転換が一番。残念会を兼ねてなんか美味しいものでも食べに行こうよ。もちろんスパークのおごりでね。残念会なのに俺のおごり。ったく調子いいなマールは。でも落ち込んでいても仕方ないし、そうだな、一つパッといくか。そうこなくちゃ、さすがスパーク。よっ、フレイム1の騎士見習い。一言多いんだよ。さてこれで本当によろしかったのですか下州陛下。ん、何のことだシャダム。今回の騎士資格試験の結果です。陛下はスパークよりも成績の低いものを何名か合格にしていたようですが。実戦は訓練とは違う、試験の結果だけが全てではあるまい。ですがスパークは仮にも炎の部族の次期族長、彼を不合格にしたとあっては試験官である私によからぬ噂が立ちます。なるほどな。それになぜ陛下がスパークを騎士見習いにとどめられるのか少々興味がありましたもので。あれはもう10年以上も前のことだ。俺はフレーム国内の町を視察するため
一人で馬を走らせていた。ある時、俺の乗る馬の前に一匹の迷いゴブリンが飛び出してな。馬は驚き暴走を始めてしまった。くっ、止まれ、止まらぬか。俺は振り落とされないよう馬にしがみつくだけで精一杯だった。そして運悪く通りかかった羊の群れに馬もろとも突っ込んでしまうところだったのだ。だがあわやというその時、一人の少年が馬の前に立ちふさがった。どう、どうどう。よし、いい子だ。落ち着けよ。何も怖いことなんかないからな。その少年の瞳の力強さに馬も俺も気をされたのだ。おじさん、馬が驚いた時は怒っちゃダメだよ。よしよし、もう大丈夫だからな。おかげで助かったぞ。少年よ、名は何という？スパーク。スパークだよ、おじさん。その後俺はスパークをそばに置くことにした。炎の部族云々のことは後で知ったことだ。そうですか。そのようなことが。スパークを騎士にしてしまうのは簡単なことだ。だがスパークはまだ若い。奴には今しばらく自分自身を見定める時間が必要なのだ。俺はただ初めて出会った時のあの汚れのないまっすぐな瞳を持ち続けてほしいのだ。確かに剣の腕は訓練すれば上達もいたしましょう。しかし持って生まれた人の資質は騎士になったからといって変わるものではないですからな。うん。いずれスパークはフレームにとってなくてはならない人物になろう。俺はそう信じている。あのさ、スパーク。なあ、おかわりを頼む。ん？なんだ？なんでもない。それだけ食欲があれば何があっても平気だね。これもおかわり。スパークってそんなに大食いだっけ？おお、こっちも追加だ。大盛りでな。これもおかわり。あ、こっちまで。なんか隣のテーブルもすごいな。今日は大食い大会でもやってんのか？おいしい。久しぶりに大当たりね。だろう。ずっと目つけてたんだ。気に入っていただけましたかね、リーフ様。うん、合格。ギャラックもたまにはいい店知ってんのね。たまにってことはないだろう。たまにってことは。だってこの間のお店はひどかったじゃない。あれはお前の口に合わなかっただけさ。ハーフエルフの好みまでは責任持たねえぜ。何よ、私の口はデリケートにできてるだけなの。あんなものを美味しがって食べるなんてギャラックの方が味音痴なだけでしょ。なんだと。何よ。あのおかわり、お待ちどうさまです。はい、どうも。何なんだ、あの二人。なあ、スパーク。どうしたんだよ、青ざめちゃって。試験に落ちたことまだ気にしてるのかい？いや。じゃあなんだよ。くい、過ぎた。食いすぎた？何？食いすぎで苦しんでたの？もうダメ。バカ！お手洗いでもどこでも行ってこい！ほんと、あいつは大物になるよ。
ぐったぐった。もう入らないわ。ああそんなに食っちまって。太って戦えなくなっても知らねえぞ。何よ、キャラクだってブックブックのデブデブになっちゃうんだから。へっ、俺のはみんな俺筋肉になるから平気なんだよ。さてと帰るとするか。うん、満足満足。じゃあリーフ、ごちそうさま。はあ、なんだよごちそうさまってのは。おい、ギャラックこそ何よ、今日はあんたのおごりでしょ。冗談なんだって、穴場の店を教えてやった上に金まで払わせられなきゃいけないんだ。この店に来たいって言い出したのはお前なんだから、言い出しっぺが払うのが常識だろう。うっそ、レディーと食事したら男性が払うのこそが常識よ。レディー、どこだよおい、どこにそんなやつがいるって。そんな照れなくていいから、今日のところはおごらせてあげるって。これも男の見栄よ、見栄。バカ野郎、この間傭兵に行った手当ももらってねえってのに、この俺が金なんか持ってるわけねえだろ。そんな、私だって一緒の仕事に行ってたんだもん。あんたがないってことは私だってお金なんか持ってないわよ。持ってない、全然。まったく。どうしよう。どうしようだって、どうするよ。どうするよってどうすんのよ。こうなったら仕方ねえ、逃げるか。そんなのダメに決まってるじゃない。もし捕まったらフレームで二度と傭兵なんてできなくなっちゃうわよ。だからってまさか皿洗いしてどうにかなる量じゃねえぞ俺たちが食ったのは。もう信じらんない。こうなったのもみんなギャラックのせいなんだからね。なんで俺のせいになるんだよ。あんたが調子に乗ってバクバク食べなきゃこんなことにはならなかったのよ。お前の方が余計に食ってたくせに偉そうなこと言ってんじゃねえ。そんなに食べてないもん。いや食ってたね、大口開けてバク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 、はしたねえったらねえぜ。食べてない。食べてないってばー。やってやりやがったな。へへん、当たるもんですか。これならどうだ。おっと、何すんだよあんた。悪い、ちょっと手が滑っちまって。悪いですれば役人はいらねえんだよ。おいやめろって。押すな。おい、こっちは関係ねえだろ。あの人が悪いのよ、ギャラクを押し倒した。お前か、このやりやがったな。あらら、なんだかんだと退屈しないね、フレイムって国は。あ、すっきりした。あ、なんだこの騒ぎは。ああ、バク、危ない。何すんだよ。ちょっとみんな落ち着け、落ち着けって。なんだお前は、そんな格好しやがって。さてはあいつらの仲間だな。つまえ、おい、だってぐわっ。だっ、なんかわかんねえけど今のうちみたいね。あいつ、いいからみんなやめろって。このままじゃ店が壊れる。やめろ、やめろ。助かったじゃないよ。店の中がめちゃくちゃじゃないか。あんた、あの二人の連れだな。どこの責任を取るつもりだ。責任？俺は関係ない。文句があるならあの二人に。って、あれ？いない。あんた、あの二人と一緒になって追加注文してたよね。まさか騎士ともあろうお方が知らん顔しようってわけじゃあるまい？騎士、正直に僕は見習いです。
って言ったら見逃してくれるかもよ。なる、何をごちゃごちゃと。いいから弁償してくれ。弁償だ。わかりました。このスパークが責任を持って弁償しましょう。はあ、結局弁償しちゃうなんて。スパークは騒ぎに巻き込まれただけなのに、誤解もいいところだよ。仕方ないだろ、あの場合誰かが責任を取らなきゃいけなかったんだ。騎士資格試験の課題にお人よしがあったら間違いなく合格だね。なる、ま、そこがスパークのいいとこなんだけどね。でも前々から思ってたんだけどさ、スパークってちょっと。ちょっとなんだよ。いや、なんでもないんだ。騎士の試験には落ちるし、思わぬ騒ぎには巻き込まれて散財するし、本当に俺このままで騎士になんてなれるのかな。まあそう落ち込まないで、一生懸命頑張ればいつか報われる時も来るって。そうだな、嫌なことは忘れてまた明日から剣の稽古に励むとするよ。そしていつかきっと自由騎士パンに負けないような立派な騎士になってみせるぞ。その時はこのマール様にとびっきりの英雄騎士伝を書かせてくれよね、スパーク。ああ頼むぜマール。やれやれ。でもなんかあの若い騎さんに悪いことしちまったかな。そんなこと言ってもしょうがないよ。私思うんだけど、結局ああいう場で貧乏くじ引いちゃう人ってさ、一言で言えば、一言で言えば不幸なのよ。え？ちげえね。どうせまた会うことなんかないだろうし、過ぎたことは気にしない気にしない。歌集の期待をよそに、今はまだ騎士に憧れる一人の少年としての日々を過ごすスパーク。彼がこの二人の傭兵と再び出会うのはこれより一年後のことだった。ロードス島の最南端に位置するカノン王国はロードス本島と暗黒の島マーモを結ぶ重要な拠点である。自由騎士パーンとリードリッドは今なおマーモの占領地となっているこの大地を解放すべく、レオナー王子率いるカノン自由軍の一員として日夜マーモ軍との戦いを繰り広げていた。救兵隊を前に出せ。飛び道具か、ディード。分かってる、風の精霊、自由なる主君、お願い、私の声に応えて。矢を放て。矢を吹き払う風の盾となって。精霊魔法だと。そういうこと。悪いけどあなたたちじゃあ私とパーンを相手に勝ち目はないわ。パーン、するとお前があの自由騎士パーン。カリュウ山の戦いで黒騎士アシュラム様を倒した伝説の英雄じゃねえか。こりゃ相手が悪いぜ。どうやらここまでのようだな。いいかよく聞け、我々カノン自由軍は無益な戦いは好まない。命が惜しかったらおとなしくこの森から立ち去るんだ。何がカノン自由軍よ、偉そうに。元を正せばたかだか山賊不正の集まりでしょ。何、いいね、
伝説の英雄ともあろう者が山賊に加担し、こんな山奥にまで出向くとは、随分と落ちぶれたものね。女、お前もマーモの騎士なのか。女だからといって舐めてもらっちゃ困るわ。私はここを一歩たりとも引くわけにはいかないのよ。よせ、リーネ、お前の剣が通じる相手じゃない。どいてて、アディル。敗北は許されないのがマーモの掟。私たちの村を守るためには戦うしかないのよ。私たちの村。マーモの騎士となった時から覚悟はできている。行くぞ。はっ。なかなかいい腕をしている。しかしこの剣筋どこかで。戦いの最中に何を考えている。なめるな。はあ。リネ、ちっ、こりゃ勝負になんねえぜ。えい、引け引け。お前たち、リネを見捨てるつもりか。くそ、リネを離せ。まだやるというのか。終わったみたいね。ああ、そうだな。終わっただと。ん、殺せ。私は決闘に敗れたんだ。なぜとどめを刺さない。無駄な戦いは好まないと言ったはずだ。それに俺は女は嫌ん。その代わり二人には捕虜としてついてきてもらおう。捕虜がいればマーモとの交渉にも何かと有利だろうからな。無駄よ。マーモが戦いに敗れた私を許すはずがない。私は勝ち続けるしかなかった。それなのにもうおしまいだわ、何もかも。よせ、リーネ。だってアディル。いいから、もうやめるんだ、リーネ。パン、この二人。ああ、何か訳ありのようだな。この頃カノン自由軍は王国を囲むナザール山脈、その山中に点在する小さな町や村の解放に奔走していた。兵力に劣る自由軍にとっては、敵戦力の集中する都市部を攻めるよりもその方がより効率的であると考えたからである。パーンとディードリットは今日も山あいに位置する名もなき村を目指し森を進んでいたのだが、その道中でマーモ軍と接触、やむなく捕らえた二人を連れ、一旦カノン自由軍の野営地へと引き返すことにした。レオナー王子、パーンです。ただいま戻りました。おお、ご苦労だったな、パーン。守備はどうだ。あいにく村へたどり着く前にマーモ軍に発見されてしまいまして、ですが敵の兵士を捕虜として連れてまいりました。村の様子はその者の口から聞けるでしょう。うん、よかろう。通せ。こっちよ。ほら、さっさと歩け。いた。何をする。乱暴はやめろ。その者たちか。一人は女のようだが。あなたはディーネ。お前はディーネか。ザップ、どうしてあなたがここに。はあ、レオナ王子の知り合いなのか。そんな、まさか。ザップ、貴様が自由軍のリーダー。これはどういうことなの。おい、なんとか言え、ザップ。こら、貴様ら何をするか。こちらのお方はカノン王国の第三王子レオナー様だぞ。おとなしくしないか。レオナー王子、ザップが。何もしやしない。いいから話せ。構わん、話してやれ。しかし。お前はもうよい。下がれ。はレオナ王子。パーン、ディード、すまんがお前たちも席を外してくれぬか。今はこのリーネと二人だけにしてほしい。あ、はあ。あのザップがカノンの第三王子だって、そんなバカな。アディルとか言ったな。ねえ、
レオナ王子とあなたたちの間に一体何があったの？知らん。俺は何も喋りたくない。森の中で私たちの村とリーネは言った。君たちはマーモの人間ではないのだろう。おそらくは俺たちが向かおうとしていた村のもの。ザップっていうのは確かレオナ王子が正体を隠して旅をしていた頃を使っていた名前よね。もしかしてその頃のレオナ王子があなたたちの村に立ち寄ったことがあるとか。もういいだろう。聞かせてくれないか、アディル。あいつが、ザップがふらりと俺たちの村に現れたのは、もう随分と昔の話さ。不愛想な奴だったが、頭もいいし腕も立つ。最初のうちは警戒していた村の連中も、次第に打ち解けるようになっていった。特に村長はお気に入りでね。ザップを娘のリーネの婿にして、自分の後を継がせようと思っていたんだ。リーネがザップに心を寄せていたことは、俺にだって分かったさ。みんなは、ザップとリーネの作る新しい村に期待していた。へえ、あのレオナ王子にそんなことが。なるほどね。村は平和だったんだ。それなのに、それなのに奴は、ザップはある日突然村から姿を消したんだ。それもマーモの侵略がすでにこのカノンにまで伸びてきていることを知っていながら。村人たちは戦うことを知らなかった。村がマーモの手に落ちるのにそう時間はかからなかったわ。私は父が目の前で殺される瞬間、必死になってあなたの名前を叫んだっけ。だけどその時はもうあなたは私たちの村にはいなかった。そんな人が今はカノン解放の先頭に立つ自由軍のリーダー、それもカノンの第三王子レオナーだったなんて。隠していて悪かったと思っている。ならば教えて、どうしてあの時あなたは何も告げずに私の前から去っていったの。あなたなら村を救えたはずなのに、どうして。それはザップ、すまない。そう、あの時と同じね。あなたは何も言ってはくれない。今頃になって現れたのがせめてもの罪滅ぼしってわけ。でも見ての通り、今の私はマーモの戦士。戦うことを知らない村人たちを守るにはこうするしかなかった。みんなの命と引き換えに私は戦士としてマーモへの忠誠を誓ったのよ。マーモの戦士に敗北は許されない。私は来る日も来る日も戦ったわ。ザップ、あなたに教わった剣の技で。リーネ、遅かったのよザップ。もう何もかも昔のようにあなたの胸に飛び込んでいくことはできない。さすがに日が沈むと寒くなるわね。待ってろ、今火を起こす。早くしてよ、森の妖精は寒さに弱いんだから。本当か。嘘。え、ねえパン、あのアディルって兵士、さっきからずっとリーネのテントの前で座ってるけど、ほっておいていいの？一応自由軍の捕虜なんでしょ。逃げやしないさ。リーネのことが気になるんだろ。ほっといてやれよ。へえ、パンにもそういう気持ちがわかるんだ。そういう気持ちって？だから。ああ、なんとなくだけど。本当になんとなくね。それじゃあパンにはレオナ王子やリーネの気持ちなんて到底わかりっこないんでしょうね。は？
どうするつもりなんだろうな、レオナ王子は。パン、話があるのだが、ちょっといいか。レオナ王子。ええ、構いませんが。話っていうのは、ひょっとしてリーナのことかしら。うん。実はな、パン。リーネとアディルの二人は、明日村に帰そうと思うのだが。村にって、マーモが支配している村にですか？そんな、むざむざ処刑されに帰るようなものじゃないですか。一緒に戦ってあげないの？自由軍でマーモを倒し、レオナ王子が村に帰れば全て丸く収まるんじゃないかしら。アディルには悪いけど、それが一番自然な流れだ。おいおい、ディード、さっきから一体何を。だってそうじゃない。それともレオナ王子は本当にリーネのことがどうでもよくなって村を出てきちゃったわけ？どうやらエルフの娘というのは遠慮を知らないらしい。だがな、ディード、俺は一度リーネの村を捨てた男。こればかりは変えようのない事実なのだ。レオナ王子。だからといって見て見ぬふりをするつもりもない。そこで一つパーンに頼みがあるのだ。頼み？今日の戦いで森に潜むマーモの連中に我々の存在が知れてしまった。大軍をもって攻め入るのはたやすいが、奴らもバカではあるまい。先手を打って待ち伏せでもされたら厄介ですね。うん。だからパン、ディード、今回はお前たち二人に全てを託そうと思う。村の近くまでリーネたちを護送し、二人が村に入った木に乗じて、お前たちにもそのまま村に潜入してほしいのだ。なるほど。リーネとアディルを私たちが村へ入るためのおとりにしようってわけね。リーネは一度お前たちに敗れている。マーモの掟に従うなら、戦士の制約をしているリーネは処刑。交換条件に生かしてもらっている村人たちにまで危害が及ぶ恐れがある。その時は。わかりました。喜んで村の人たちの力になりましょう。無理を言ってすまないが、頼んだぞパン。ただ一つだけ気になることがあるのですが。気になること？果たしていざ戦いになった時、村の人たちは俺と一緒になって戦ってくれるでしょうか。こう言ってはなんですが、もっと早く村の人たちが力を合わせてさえいれば、リーネ一人がマーモと制約を交わし、負けることの許されない過酷な戦いを強いられることなどなかったはず。信じるしかあるまい。これまでにも多くの民衆が自由軍の戦いに賛同し立ち上がってくれた。結局それは賭けでしかないのだが。大丈夫よパン。今まではリーネが一生懸命村の人たちのために戦ってきたんだもの。そのリーネが窮地に立たされたなら、今度は村の人たちが立ち上がってくれる。そう、あそこにいるアディルみたいにね。アディルか。そう、きっとそうだな。そして次の日の朝、パーンはアディルを、ディードはリーネを、それぞれ自分の馬に乗せ、自由軍の野営地を後にしようとしていた。それでは行ってきます、レオナ王子。うん、頼んだぞパン、ディード。やはりあなたは一緒に来てくれないのね、ザップ。リーネ、俺はもうザップではない。自由軍のリーダー、レオナーなのだ。ザップ。行くわよ。いいわね。はっ！リーネ、俺たちも行くぞ。待って、ちょっと待ってくれ。ザップ、いや、レオナー王子。一つだけ正直に答えてほしい。なぜあなたが自分の素性を隠してリーネの前に現れたのか。そして何も言わず村を去ったのか。あなたのリーネへの本当の思いは一体。俺はカノン王家の第三王子に生まれ、何不自由なく育てられた。だがただ一つ、王位継承をめぐるしがらみに巻き込まれ、兄弟たちといがみ合うことに耐えられなくなったのだ。
そしてたった一人で城を出た。しかしいくら名前を変え正体を隠したところでマーモの調べにかかれば俺の素性などはすぐに知れてしまうだろう。行方不明の第三王子が潜んでいた村をマーモの連中が見つけたら何と思う？それはレオナー王子は自分がいることで村に余計な迷惑がかかることを恐れたんだ。だからそれじゃあ人には皆それぞれの戦いがある。守るべきものがある。わかるな、アディル？それぞれの戦い、守るべきもの。ならばお前の守るべきものは何だ？お前の戦いとは何だ？俺の戦い、俺が守るべきもの。強くなれ。そしてディーネのことを頼んだぞ。レオナ王子。はっ。今日ほど王子という地位を恨めしく思ったことはない。どうやら俺の守るべきものはあまりに大きくなりすぎたようだ。後のことは任せたぞ、アディル。そしてリーネ。去りゆく馬をいつまでも見送るレオナー。彼がリーネとアディルの勝利を知ったのはそれからほんのしばらく時が経ってからのことだった。でも本当にこれで良かったのかな。ねえパン。もちろんさ、村の人たちも立ち上がってくれたし、リーネとアディルを中心にきっとあの村はザクソンのような素晴らしい村になるぞ。本当はレオナ王子もリーネのそばにいたかったんじゃないのかな。ああ、でもレオナ王子はカノンの王としての道を選んだんだ。だからそれでいいじゃないか。王としての道？王とはより多くの人の幸せを考えねばならない。たとえ大切な人のことを忘れても。そういうもの？人間の気持ちってどうもよくわからないわ。だったらパン、ねえ、パンが王にならないのは私のことを思って。え？だって王になったら大切な人のことだけ考えてはいられないんでしょ。だからそのもしかしたらなんて思って。そうかそんなこと考えたこともなかった。全然全く。もうパンたら。え、何怒ってんだよディード。もう知らない。おいディード待てよ。置いてくんだからパンなんて。ディードったら。ここまで来ればもう少しだ。どうやら日が暮れるまでには着けそうですね。ザクソンの村のみんなは元気にしているかな。レイリア、セシル、そしてニース。ザクソンの村はアラニアの北に位置するいずれの国にも属さない村人たちだけによる自治領である。アラニアのラスター公がマーモと手を組むという噂を耳にしたスレインは、万が一戦争が起こった場合に備え、その対策を検討するためザクソンの村へと急いでいた。そしてもう一つ、離れ離れに暮らす愛しい家族と会うために、ザクソンに残してきた妻レイディアと一人娘のニースのことを思うと、急な山道も苦にはならないスレインであった。よし、
水汲みは終わった？はい、母様、これで最後です。なんて気持ちのいい日なんだろう。あらあら、にすったら何を一人で笑っているのかしら。母様、うん、なんでもないの。疲れたでしょ。あとはいいから少しお休みなさい。母様は日の出ているうちに薪を取ってきます。あなたはお留守番をお願いね。私も行く。でも今日はもう十分にお手伝いをしてもらったわ。いいの、なんだか今日はじっとしてられなくて、何かとってもいいことがあるような気がするの。私の予感はよく当たるのよ。そう。それじゃあ小さなニース様、私が薪を取りに行っている間にお茶の用意をしておいてもらえるかしら。お茶の用意を？ええ、あなたの楽しそうな顔を見ていたら私もなんだかいいことがあるような気がしてきたわ。そう、素敵なお客様が見えるような、そんな気が。素敵なお客様。おーい、スレインさんだ。スレイン同士が帰ってきたぞ。え、本当か？スレイン同士だって？行ってみようぜ。母様、私たちも行きましょう。スレイン同士、お帰りなさい。お帰りなさいませ。ただいま戻りました。皆さん元気そうで何よりです。そりゃそうですよ。我々ザクソンの村はロードスで一番明るく元気な者たちが集まってできた村ですからね。何を根拠にそんなこと言ってるんだお前は。根拠なんて必要ない。そこがザクソンの村のいいところだとセシルさんが言ってたぜ。その通りかもしれませんね。お、この声は愛しい家族のご到着だ。みんな通して差し上げろ。お帰りなさい、父様。ニース、元気そうですね。スレイン、デイリアもお変わりありませんでしたが。はい。やっぱり予感が当たったわね、母様。予感？何でもありませんわ。さあ、旅はお疲れになったでしょう。今ニースがお茶の用意をしてくれるところだったんですよ。ほう、ニースがお茶を。それはぜひご馳走になりたいものですね。もちろんだわ。行きましょう、父様。スレイン同士。セシル、そんなに慌てて走ると転びますよ。そんな子供じゃあるまいし。それより突然のお帰り、一体何が。わあ、ああ、セシル。大丈夫です。相変わらずおっちょこちょいですね、あなたは。違いない。ねえ、そんなことよりフレイムの宮廷魔術師となられたスレイン同士の久しぶりのご帰還だ。今夜は歓迎の晩餐をやるぞ。ご存知の通り、山奥の村ゆえ大したものはありませんが、今夜は大いに盛り上がりましょう。ちょっと待ってください、セシル。お気持ちはありがたいのですが、今回の里帰りもあまり長いはできません。実は皆さんにご相談したいことがありまして。あった。そうは言ってもまさか明日帰るわけでもありますまい。ちなみに今回のご滞在のご予定はいかほどで。そうですね、3日ほどでしょうか。3日。その間はずっと父様と一緒にいられる。父様とお話できる。だったら1日ぐらい骨を休めたってバチは当たりませんよ。さあみんな、急いで晩餐の支度だ、支度だ。あとで呼びに参ります。それまではどうぞ家族水入らずで積もる話でもしていてください。では。やれやれ、本当に相変わらずですね、セシルは。あなた。え、連れて行ってくれますね、ニース。久しぶりの我が家へ。このうちもいつ帰っても変わりがありませんね。あなたの書斎は毎日ニースがお掃除してくれるんですよ。
私ね、お部屋の掃除が終わってから父様の本棚にある本を毎日少しずつ読んでるの。ほう、この難しい本を。ニースはお勉強が好きなんですね。実を言うと書いてあることはよくわからないの。でも父様の本を読んでると、その時だけはなんだか父様と一緒にいるような気がして。ニース、上手に本が読めるようになったら、今度は私が父様にいろんなお話を読んで聞かせてあげる。昔私が寝る時に父様が何度も何度も本を読んで聞かせてくれたみたいに。ニースったら。スレインドボシー、晩餐の用意が整いました。どうぞ隣の集会場までお越しください。スレイン同士、積もる話をしている暇なんかなさそうですね。どうやら顔を出してこないと収まりそうもありません。父様、静粛に。それでは、僭越ながらザクソン村の自警団団長を務めるこのセシルが、我が師であり、この村の救世主でもあらせられるスレイン同士の帰還を祝った宴の乾杯を挨拶に変えさせていただきたいと思う次第で。ああ、セシルさん、何言ってるか分かんないよ。いいからさっさと始めちゃいましょうや。スレイン同士のお帰りを祝って乾杯。乾杯。くそ、俺がやりたかったのに。ねえ、今日はブレイコだ、みんな騒げ。父様、今日は遅くなりそうですね。ニース、あなたは先にお休みなさい。でもお父様が帰ってきて村の人たちも嬉しいのですよ。大丈夫、明日も明後日もお父様はいらっしゃるのですからね、ニース。でも少しだけ、少しだけでいいから私行ってきます。ニース、ほらもっと酒持ってこい。セシル、少し抑えた方がいいのでは。いいえ、今日は私は嬉しいんです。私らとことん飲みますよ。スレイン同士、ちゃんと飲んでますか？ええ、ちゃんといただいてますよ。それならよし。スレイン同士、よくぞ入ってきてくれました。もうね、同士がフレーム行っちゃってからこっちは本当にもう大変だったんだから。もう、ええ、セシルには本当に苦労をかけていますね。ええ、そんなことはね、全然構わないんですよ。だけどね、言いたいことが全くないわけではないんですよ、スレイン同士。そうですか。ねえ、聞いてくださいよ、スレイン同士。もう、セシルさんたらあんなに酔っちゃって。ああ、せっかく今日は父様とゆっくりお話ができると思ったのに。まあ、すっかり酔っ払だったって。ちょっとソロの風に当たってきます。いや、ほら、なんらそこにいるのはニーズだないか。あらら、いけないな、子供がこんな遅くにうろろろしてちゃ。あの、父様は。あ、スレイン同士、ああ、もうラメラメも、私らってスレイン同士にはいろいろ話があるんだ。今日は返せないぞって。さあ、風邪をひかないうちに俺帰った帰った。わかりました。おやすみなさい。あら、なんら珍しく怖い顔しれ。どうしました、セシル。誰か来ているのですか？あ、いや、なんでもないんです。さあ、次だ、次。朝、そっか、
結局昨夜はあのまま寝ちゃって、あ、でも今日は父様。あら、おはよう、ニース。あれ、父様は昨夜遅くに戻ってらして、今はセシルさんたちと一緒に書斎にいらっしゃるわ。何でも大事なお話があるとかで。大事なお話？そう。ニース、え、そろそろ皆さんにお茶を入れて差し上げようと思うのだけど、ニースもお手伝いしてくれますね？あ、はい。そうよね、父様はただみんなに会いに帰ってきたわけじゃないんだもの。でも大丈夫、皆さんとのお話が終わったら今度こそきっと。おはようございます、父様。皆さんにお茶を。何ですって？ロードスにまた大きな戦争が起こるかもしれない。え、それは本当ですか、スレイン同士？はい、そう遠くないうちにラスター公はアラニアを我が手に収めるため反乱を起こすはずです。それも暗黒の島マーモと手を組んで。なんてことだ。もしそうなればこのザクソンもただでは済まなくなるぞ。幸いザクソンの北にはドワーフの森があります。北のドワーフ族なら我々の力にもなってくれましょう。ターバのマーファ神殿は、神官戦士たちが協力してくれればこれ以上心強い味方はいない。そちらにはレイリアに当たってもらおうと思っています。ただマーファ神殿は先だっての不幸があってからまだ落ち着きを取り戻していません。万が一の場合の避難場所と考えておいた方が良さそうですね。そうか、マーファの大司祭、六英雄の一人だったニース様が亡くなられたのは一月ほど前のことでしたね。差し出がましいことをお聞きするようですが、スレイン同士、レイリアさんにはマーファの大司祭を引き継ぐご意思はないのですか？妻がですか？レイリアさんは大司祭ニース様の血を継いでおられるのですから、それが当然の習わしかと思いますが。それはいい、レイリアさんが大司祭になってくれればザクソンとの関係もより強いものとなる。それはそうなのですが、こればかりは本人の意思に任せるほかはありません。神殿内の事情もあるでしょうし、そのような大事なことを我々の都合だけで無理強いはできません。それもそうですね。ロードスに戦争が起こる、そのために父様は。わかりました、何はともあれ我々は今できることだけでも確実にやっておきましょう。そうと決まれば我々は早速ドワーフの森へ。ああ、それがいい。おや、どうかしましたか？こんなところにお茶が。誰か来たのかな？ニース。は？その日、日が暮れぬうちにスレインとセシルたちはドワーフの森を目指し、そしてレイリアはターバのマーファ神殿へ向かうためザクソンの村を後にした。おそらく二人とも帰りは明日になるだろう。せっかく家族が揃ったのに、大好きなお父さんやお母さんと一緒に過ごす時間が持てない。一人家で両親の帰りを待つニースは寂しさにその小さな胸を痛めていた。父様も母様もこの村のために、ロードスの平和のために頑張っているんだ。我慢しなきゃ。でもこんな時私は何をすればいいの？私には何ができることはないの？私にもっと父様と母様のお手伝いができれば。ふう、やっぱり夜となると寒さもひとしおですね。この峠を越えればドワーフの森はもう目の前です。頑張りましょう。
時にスレイン同士、話を蒸し返すようで悪いのですが。何ですか？レイリアさんのことなのですが、やはりスレイン同士はいずれレイリアさんとニースをフレイムに呼び寄せるおつもりなのですか？そうですね。そろそろ考えなければならないことかもしれません。実のところ、家族が全員で暮らせるのなら、それがフレイムであろうとザクソンであろうと、あまり大きな問題ではないと思っています。ただ…ただ？こんな時にこんなことを言って誤解を招いてしまっても困りますが、レイリアにはマーファの大司祭である前に、ニースのたった一人の母親であってほしいと私は願っています。そしてスレイン同士の愛すべき妻であってほしいと。人が生きていく上で家族というのは何者にも代えがたい、かけがえのないものですからね。特に子供にとって母親はなくてはならない存在です。幸いザクソンはマーファ神殿にもほど近く、気候もいい。だからスレイン同士はレイリアさんとニースをザクソンに残して。フレイムにはまだ殺伐とした空気が残っていますから、戦場に身を置くのは本来父親だけで十分でしょう。ですがスレイン同士の言う通り、家族をかけがえのないものとするなら、それは父親もいてこそ。そうですよね、セシル。あなたは一体何を？森が見えたぞ！みんな、もう一息だ！ここまで来ればもう大丈夫です。後のことはこのセシルにお任せください。これ以上あなたと一緒にいると、私はあなたのちっちゃな司祭に恨まれかねない。セシル。明日になったら父様はフレームに帰ってしまう。今の私にはどうすることもできないけど、せめて少しでいいから父様と一緒にいたかったな。え？父様！ただいま、ニース。どうして？確か帰りは明日になるって。セシルたちに早く返されましてね。セシルはまだあなたには嫌われたくないようです。父様。ニース。はい。私にあなたの入れてくれたお茶を一杯いただけますか？人にはそれぞれ運命の星があります。私には私の星が、そしてあなたにはあなたの星が。私の星？ええ、自分だけの星です。仲間と旅に出なければ見つけることはできなかったでしょう。その星が母様だったのね。今は2つです。お母さんの星に寄り添う小さな星。ニース、あなたです。あなたにもそう遠くないうちに旅立つ時が来るでしょう。運命の星を探す旅が？それは決して楽な旅ではないでしょう。ですがその時、共に戦ってくれる仲間がいればきっと見つかるはずです。私の運命の星。それまではお母さんの言うことをよく聞いて、二人でこの村を守ってください。それが今のあなたにできることなのですから。それはほんのひとときの父と子の語らいであった。翌日スレインはフレイムへと帰っていったが、星を見ながら語ってくれた父の言葉はいつまでも、いつまでもニースの胸に強く大きく残るのだった。仲間、そして運命の星か。私にも見つかるかな。見つかるといいな。いつかきっと私にも。その頃フレイムでは明日の騎士を夢見る若き剣士が一人黙々と剣を振るっていた。自分の運命の星を思い描くニースが
この若き剣士と出会うにはまだしばらくの時間が必要だった。悲しいこと